部一宮。一宮市広報アイラブ一宮、司会は私斉藤みなみと佐木正宗です。どうぞよろしくお願いします。番組をご覧の皆さん、一宮市の小学生が全国クラスの大会で活躍しましたよ。はい、皆さん、全国子ども和食王選手権という大会知ってますか？この大会で丹陽小学校の児童がなんと準優勝に輝きました。はい、ということで今回は大会に出場した皆さんがスタジオに遊びに来てくれました。いろいろ話を聞いてみましょう。昨年初めて開催された全国子ども和食王選手権、農林水産省が主催するこの大会は、日本の伝統的な食文化である和食やふるさとの郷土料理に対して子どもたちの強い関心と理解を育むことを目的としています。東海ブロック代表として出場したのは丹陽小学校6年生の佐橋正樹さん、秋田理子さん、森すみれさんの3人。3人は和食王部門にエントリーし、見事準優勝に輝きました。まずは皆さん、準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。全国2位ってのはすごいことですよ ね。率直に今の気持ちを聞かせてもらえますか？じゃあ佐橋さんが、和食王選手権で全国2位になることができ、たくさんのことが勉強できてよかったと思っています。秋田さんはどうですか？まさか準優勝ができるとは思っていなかったのでびっくりしたし、本当に嬉しかったです。森さんはどうですか？いい経験ができてよかったと思います。そもそもどんなことをして順位を決めるんですか？私たちは4年生から6年生が参加する和食王部門に参加したのですが、前半は和食や郷土料理に関する自由研究、私の和食の発表、後半は和食のクイズや実技があり、それぞれの合計点数で順位が決まります。皆さんは何について発表したんですか？愛知の伝統料理である味噌煮込みうどんについて発表しました。どうして今回味噌煮込みうどんを発表しようと思ったんですか？和食や郷土料理と聞いて一番最初に思いついたのが味噌煮込みうどんでした。味噌煮込みうどんについて3人で一緒に調べていくうちに、私たちの住んでいる一宮が味噌煮込みうどん発祥という説もあり、興味が湧いてきたからです。いや、これ皆さんの発表見たいよね。確かに見てみたいですね。ね、うん、まず最初に私たちの住んでいる愛知県と一宮市について簡単に説明をします。愛知県は日本のほぼ真ん中に位置する中部地方にあります。愛知県一宮市はかつては繊維産業が盛んで、女工の町と呼ばれていたほど女性の人口が多い市です。今回私たちが紹介したい料理は愛知県の伝統料理である味噌煮込みうどんです。この味噌煮込みうどんの始まりにはいろいろな説があります。戦国時代、宝刀が徳川家に伝えられ、そこから独自のものが作られたという説と、明治の初めの頃一宮市周辺の繊維産業に携わっていた女性従業員が宝刀を参考にうどんと野菜を豆味噌で煮込み食べていたものが伝わり、お店で売られるようになったという説です。また味噌煮込みうどんに使われている豆味噌にも歴史があります。戦国時代、武士が戦に行くときには食べ物が自由に手に入らないため常備食が必要でした。そこで豆味噌、徳川家康が豆味噌の栄養価が高く日持ちの良いことに着目し、戦には焼き味噌にし常に携帯させていたそうです。味噌煮込みうどんの歴史を知って、私たちはますます味噌煮込みうどんが大好きになりました。それでは現代の味噌煮込みうどんについて説明します。味噌煮込みうどんは岡崎地方で作られている豆味噌の八丁味噌を使うのが基本となっています。味噌煮込みうどんの特徴は色の濃い
粘りのある味噌汁と噛み応えのある固いうどんです。具は鶏肉、卵、ネギ、椎茸、かまぼこが一般的になっています。自然の美しさや季節の移ろいの表現をするためにかまぼこや人参をもみじの形に切ることもあります。お店では鶏肉に愛知県特産の名古屋コーチンを使うお店もあります。このように味噌煮込みうどんは多様で新鮮な食材をたくさん使った料理です。また土鍋で作ることにより食べ始めと終わり頃の芯の溶け方に違いが出るため、この変化を楽しむのも美味しさの秘密です。この熱々の味噌煮込みうどんの付け合わせとして最適なのは冷たいおしんこです。おしんこにはいろいろな野菜が使われています。愛知県は肥沃な土地と気候に恵まれていたことから昔から野菜作りが盛んでした。そこで漬物王国愛知と呼ばれるほど漬物産業が発達しています。多様な食材を煮込んだ味噌煮込みうどんと野菜の持ち味を生かしたおしんこは健康的な食生活を支える栄養バランスの取れた愛知県の伝統的な食事といえるでしょう。家族全員で食卓を囲み家族団らんの時間を過ごすことで食事がもっともっと美味しく感じられます。それだけでなく家族の絆も深まります。だから私たちは大好きな味噌煮込みうどんを家族みんなで食べる絵を描きました。これで発表終わります。これ今回の発表で特にこだわった点ってあるんですか？森さん。フィリップを遠くから見ても分かるようにしたこととはっきりと話すようにしたことです。あ、確かにもう本当にハキハキ伝わってきたし、あのフィリップ良かったよね。いや、良かったですよ。まさか準優勝になるとはっていうふうに驚きました。本当堂々とやってる姿を見て成長したなと思いながら見ていました。大会では和食に関する実技もやったんだよね。これ具体的には何をしたんですか？豆運びをしました。お、豆運び、あの箸で豆をつまんで違う皿に移す豆運び。はい。斉藤さ ん箸使いは自信ありますか？何言ってんですか、日本人ですよ自信あるに決まってるじゃないですか。わかりました。じゃあせっかくなんで対決しましょうか。お、対決、うん、さあということで豆運び対決スタートします。はい。今回は20個の豆を用意しました、はい、これを先に全ての豆を別の容器に移し終えた方が勝ちになります。ということで代表の佐橋さんと対決しますけど、うん、まずは斉藤さん意気込みをお願いします。いや、私あの佐橋さんより20年長く生きてますから20年箸使ってますからもう絶対負けませんさあお姉さんそういうこと言ってますけど佐橋さんはどうですか？絶対に負けません、頑張ります。はい、じゃあいきます。よーいスタート。頑張れさあ頑張れ、いけお、斉藤さん苦戦してる。頑張れ。お、全国2位の小学生と対決してますけど、これ結構難しい。豆の表面がね結構ツルツルしてるから。そう、小さいですよ、小さいですよ、掴むのがね。さあ黙々と佐橋さんは一つ一つ移動させてます。あと3つ、あ、やばいやばいやばい、あと1つ、あ、豆が割れた。はい、終了です。さあということで、佐橋さんの勝ち。斉藤さんは2つ豆が残ってしまいました。勝者の佐橋さん感想をお願いします。緊張しましたが上手にできてよかったです。はい、コメントも最高ですね。ねえ、負けました。最後に今回この大会に参加してよかったなと思ったことを教えてください。食について日常生活の中で興味を持つようになってよかったと思っています。身近な和食についていろいろと学ぶことができたし、和食の素晴らしさを改めて感じられたのでよかったと思います。和食について私が知らないことが知れて嬉しかったです。うん、本当にそうだよね、うんうん、皆さんのおかげで私たちも食について考え直すいいきっかけになったね。勉強になりましたね、うんうん、皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。